そ、何なんだあのロボットは。パイロットを引きずり出して洗いざらい白状させてやる。無駄だよ。なぜでありますか、ネスケ部。さっき上層部から直接命令が下った。現場からは撤収、以後この件は上に一任しろだとよ。な、そんな、昨日に引き続きこれほどの事件が起きていて、上は何を考えているんですか。波動財閥が動いている。波動が関わってんならしゃあない。この町で連中に逆らえるやつはいねえよ。ま、いろいろとややこしいことがあるんだろうさ。いくら波動財閥とはいえ、そんな横暴が。別にいいじゃんよ。面倒なこと向こうさんで全部やってくれるってんなら俺は大歓迎だね。つうか昨日もそうしてくれりゃ徹夜せんで済んだのに。まったく、もう早く行ってくれりゃいいんだよ。ちょ、警部、どこに行くでありますか。命令なんだから帰るに決まってんだろうに。ほーら撤収だ、撤収っと。警部、そんな無責任な。警部は本当にそれでいいんですか。ちょっと待って、待ってくださいよネス警部。なんだ、我が主。あんなのありなのかよ。これが今のナレとわらばの限界だということだ。わらばは魔導書として不完全な状態にあり、ナレは敵と戦うにはあまりにも未熟すぎる。それでも俺なのかよ。こんな落ちこぼれよりもっと役に立つのがいるんじゃねえのか。それでも慣れなのだ。わらわと魔力の波長が合い、まだ魔術の邪悪に染まっていない人間は慣れしかいない。それに他を探している時間はない。でも俺はこのざまだぜ。ならば強くなることだ。大十字九郎、これでもなれば、まだ見ないふりをするつもりか。マスター・テリンを放っておけば、今日のようなことがまた別の誰かの元で起こる。誰かが涙を流す、誰かが血を流す。邪悪を知り、それと戦う力を得、それでもなれば、一
瞳を閉ざし続けるのか。答えろ、大十字クロー。帰りなさいませ、グランドマスター。見たか、アウグストゥス。はい、確かに。あのルースマキナと同等の性能を秘めた波動のロボット、あれを動かしたのは紛れもなくアル・アジフの力。ハードは最強の魔導書を味方につけたようですね。そうでなくては面白くない。何かあるのか、アウグストゥス。はっ、失礼ながら、グランドマスター。あの未熟な術者からアル・アジフを奪い取ることは容易だったはず。何故彼らを見逃したのですか。今のアルアジフでは意味がありません。今の彼女は完全ではない。おお。彼女を構成する記述の一部が欠けています。そのようなアルアジフを手に入れたところで、それでは彼女の写本と何ら変わりない。むしろ欠損状況によっては、今の彼女は写本にも。おそらくは世との戦いの折に平次が抜け落ちたのである。だが断片とはいえ、それはアルアジフの位置。周囲には何らかの魔術的な怪異をもたらすはずだ。その怪異を追って、アルアジフは必ずや自らの断片を回収し完全に戻ろうとする。しばらく泳がせておく。ですが計画の発動もそれほど間はありません。
もしもしが着実に邪悪な意志に収まろうとしている。分かっている。我々もアルアジフの断片を探し、可能ならばアルアジフより先にそれらを回収する。アルアジフから目をそらさぬ。ギオイ、さて今日は少々はしゃぎすぎた。あとは任せたぞ、アーネストス。了解いたしました。ではグランドマスター、おやすみなさいませ。またあなたなの？ない？エーセル奴隷だったら相変わらずクールなんだから。それでどうだい、大同士殿、しっかり楽しんできたかい？ほやほや。これはまた随分とってひどくやられたじゃないか。申し訳ございません。アルアジアの実際の力侮っておりました。かまわん、こうでなければ意味がない。へえ、これは意外な結果だね。今回はもしかしたら、もしかするかも。大同士殿、今度こそ追われるかもね。飛行の言うことを真に受けると思うか。今回は確かに今までで一番楽しめそうだ。ライカ姉ちゃん、ライカ姉ちゃん、大丈夫？大丈夫なの？大丈夫、大丈夫よ。こう見えてもライカお姉ちゃんは頑丈なんだからね。
ライカさん。クロちゃん、大丈夫？ずいぶん怪我してるみたいだけど。こんなの大したもんじゃない。でも。うん、安心しろ。こやつとて魔術師、ましてや未熟とはいえ最強の魔導書たるわらわの主ぞ。そう簡単に壊れてたまるものか。もう楽にはしねんさ。クロちゃん。ほら、ライカさん。寝室までおぶってく。そんな、一人で歩けるよ。怪我人が遠慮するな。クロちゃんの方がよっぽど怪我人な気がするな。そんなに辛そうな顔されると私がとっても重いみたいじゃないの。重い。ひどい。いいですよ、だったら下ろしてくれても。あとは自分で歩けます。んにゃ、下ろさないよ。約束もあるから。ん？胸が背中に当たっている。不条です。横島です。レッチです。いやらしいです。神様に懺悔しなさい。この。痛いって。暴れるな。叩く。殴るな。蹴るな。決めるな。勝手に入るぞ。じゃあね、ライカさん。今日はちゃんと安静にしているんだ。体に異常がありそうなら、明日ちゃんと医者に行くこと。いいな。はい、わかりましたよーだ。ありがとう、クロちゃん。お互い様だろ。ガキンチョどもは俺がちゃんと寝かしつけるから心配しないようにな。じゃあ、おやすみ。クロちゃん、まさか危険なことするつもりはないよね。まさか、もうあんな真似は。クロちゃんが抱え込む必要なんてこれっぽっちもないんだよ。人には普通に穏やかに生きる権利があるんだから。おやすみ。クロ、ライカお姉ちゃんは？だから大丈夫だって。心配することはねえよ。今夜はもうライカさんを休ませてやれ。
アリス、お前も。終わったか？よう、まだいたか。わらわはナレを諦めたりはせんよ。熱烈ラブコールだな、おい。さて、そろそろよろしいでしょうか、大十字さん。波動のお姫様に、執事さんか。お話ししたいことがあります。分かっていますね。ああ、またしてもデモンベイを無断で起動させた件について、何か申し開きはありますでしょうか。いや、申し開きも何もない。敵と遭遇するたびに、なぜいちいち慣れに許可を伺い立てる必要があるか。これはわらわと苦労のデウスマキナだ。ある。私は大十字さんとお話ししているのです。あなたになど聞いてはおりません。化け物風情が小賢しく人間の言葉を操らないでくださいな。ほほう、小娘風情はなかなか愉快なことを抜かしおる。いい加減にしろ、アル。言い訳はしない。あれは俺が勝手にやったことです。そうですか。クロ、我らは当然のことをしたまでだ。敵、それもあのマスターテリオンを眼前にしたのだぞ。戦う術としてデウスマキナを召喚して何が悪い。正しきを選択した我らを、この小娘が咎める権利などあろうはずもない。マスターテリオン、ブラックロッジの大同士がここに現れたのですか。ああ、見たのは初めてだけど。当然でしょう。マスターテリオンの名はブラックロッジの信徒たちに存在をほのめかされているだけで、本人を見た者はおりません。今では架空の人物に過ぎないというものすら現れる始末です。ウィンフィールド、マスターテリオンは実在しますよ。おじい様は彼を目の当たりにしてたのですから。あ、しかし本当にあの大同士が。おかまくさい金髪ロングに薄気味悪い金色の目ん玉のやさ男だ。金色の茶が、おじい様の言っていた通り。よくご無事でしたね、大十字様。奴の気まぐれにすぎん。本気で殺すつもりだったら塵も残らなかったろうな。なるほど。つまりネクロノミコンの力ではブラックロッジへの対抗手段足りえないことがはっきりと証明されたわけですね。なんだと。ブラックロッジを倒せないデモンベインに存在意義はありません。別の魔導書を捜索するよう告げた私の判断は正しかったということになりますわ。わらわ以上の魔導書などこの地上に存在するものか。それにわらわが完全になればマスターテリオンなど。完全、そういえば前にもそんなこと言ってたな。そのページが抜け落ちてるだか何だったか。さよう。戦いで力を失った今のわらわは全ての力を出し切れない。その力さえ取り戻せば
そして自治者とデウスマキナがあればこの世界にわらわにかなう存在はいなくなる。そうですか。ですがあなた方はもうそれを気にする必要はありません。何？え？事情は理解しました。今回のことは不問といたしましょう。そして大十字さん、あなたへの依頼も引き下げます。もちろん前金は受け取ってもらったままで結構です。あれはあなたの仕事に見合う分の正当な報酬ですもの。ちょっと待っ、ですからもうブラックロッチの件をあなたが気に病む必要はありません。アルアジフ、あなたもです。ここから先は波動の問題。デモンベインのこともマスターテリオンのことも全部忘れていつもの生活にお戻りください。大十字さん、お世話になりましたわ。いや、そのだから。待てい小娘、何を誰が勝手に仕切っておるか。それはわらわのセリフだ。ただのつまらぬ人間がこれ以上魔導の領域に足を踏み込んでくるな。大十字さん。はい。確認するまでもないと思いますが、今後はデモンベインに指一本触れることすら許しません。そこの時代遅れの魔女はともかく、アーカムシティに暮らすあなたなら波動を敵に回すことの意味重々理解していると思いますわ。はい。では戻ります。ウィンフィールド、車を。